それに対して夢神、最近のブームは怪しかった。第20回ランキングバトルベスト8第1戦、夢神 VS ハローガー、シエル対赤座。今回ハローを選択していくハローガー、シビビマンホ取ってぬるく固めながら、ここはあまり潰しが通るが、コイルコンいけず、あとは体力リードを手に逃げながら戦いたいところだが、夢神の追い力もなかなか強烈。かぶせカウンターから腕見り、そしてさらに固める。しかし中の2つがバッターできる。このあまりのタイミングは絶妙。こけてるよ、ぬるく固めて、ここでバディからのマーコン、ブレードシンカーで落として、ただお互いちょっと頭がい攻撃に対処できない。バカしかしバック抜ける、ここで立ち回り、しかしシエルから最後は2D タイプ、 2D タイプ、そんなでええか、信じすぎちゃうか。いや強いけど、分かってるけど、まず1本選手は夢神、ゲージ状況271対800に。なかなかね、ジャンプをして使えるかどうか分かってるんですけど、対空しようとあんまり思えない DB で。初手はハラウザー、ヒートから乗ってくれよ。めくりだったら、ここは EXCL からガードしない。DB やだね、ここはガード。ぬるく固めて、だったら、ここで西ヒートからワンコンだが、落とせない。むしろ落とさない。立ち回り、体力わずかしいより、ゆっくり、ゆっくりいけ。相手がマックスなんであんまり無理してもしょうがない。マックスが切れる。そこから勝負入れる、ダッシュ欲しい。ジャンプ押し。ぬるく行って、そして、うさくさい。間違いない。うさくさいのがヒットして、ワンゾーン。起きてみよう。遅らせ、遅らせ手段、取り返して11。第3ラウンドにもつれ込む。こんなでかいゲージ状況、250、269台、178、2、これ2機タイプ、相手わざ出してないけど、ブレードシーカー、これ飛んでる、差し込んで狙ったサラリーとバブリミス。そして、うやむやの補正切りが決まって、体力差、この有田は、残り4割弱。集団ブレードシーカー、ワイトオーバー。集団ブレードシーカー、サマーまで減った。まあ、これで、ね、ベスト4進出。まずは夢神のシエル。